またですね、世界のトレンド、この渡航ルールのトレンドを変えるような大きな動きが出てきましたので、皆さんには速報ということでお伝えをしていきたいと思います。まあ、ある意味ですね、だいぶ前向きな動きとして、これね、理解できると思いますけども、米国がですね、ついに決断をされるということなんですね。南アフリカを中心としていた入国制限がかかっていたんですが、これが今回、 解除される運びになったというですね、こちらの速報についてやっていきたいと思います。で、ロイター通信が、これ、ものの先ほどですね、報じたものなんですけどね、12月の24日付の記事なんですが、これ、アメリカ時間なので、日本時間で言うとどうなんでしょう。25日、日付が変わったぐらいなのかな。このあたりにアップデートされたばかりのですね、記事になるんですけども、こんな感じなんですよね。えっと、アメリカが貸してい このトトラベルリストリスクションですね、えー、アフリカの8つの国に対して課せられていたものなんですけどこれを解除しますよというですねこちらの速報になります。 はい。で、えっ、ー、と、この、えー、今回のこの動画ではですね、まあ、この解除になった背景、えー、これがどのように報じられているのかであったりだとか、あとですね、まあ、世界の他の国で類似の事例があるのか、そして、えっ、ー、と、この解除に至ったそのポイントとしてですね、これ、おそらく日本の入国制限の解除の、に向けた、あの、ロードマップでもね、このあたり語られるというか、その検討されるべきものだと思いますので、そのあたりですね、最後、ポイントとしてまとめていくというところま までをこの速報でやってしまうじゃないかということで頑張っていきたいと思います。はい、ということで、えっ、ー、と今回ですね。えっ、ー、と報じられたのがまあ、ロイター通信が一番早かったんですけども。あのー、結局まあ結論だけ言うとあれなんですよね。オミクロンが米国で爆発的に増加していることもあってですね。この渡航制限もはや意味をなさないよ。というような。考え方によって。 この渡航制限の解除がなされるだろうねというお話なんですけども今現在のですね アメリカ CDC の一時情報を見る限りですと、まだこの8つの国に対しては、トラベル、えー、その、入国制限をね、課していますよという、この記載になっているわけです。南アフリカ、ボツワナ、ジンバブエ、モザンビーク、ナミビア、レソト、エスワティニ、マラウイというこの8つのね、国に対して、ここから米国に渡航をするのは、特別な理由がない限りはこれダメだということなわけなんですが、この度ですね、 ホワイトハウス報道官のケビンさんという方が、えっと、12月24日の日本時間で言うとね、夜10時過ぎ、もうつい先ほどですけども、あの、こんなツイートをされていて、これによって各種報道がですね、なされ始めているということのようです。あ、まあ、ケビンさん自体あれか、ロイター通信に対してですね、引用ツイート、まあ、ホワイトハウス報道官自らがされているというね、こんな感じになっているわけなんですね。 えとアメリカはですね、この12月31日までが今回のトラベルレストリクションのこの期日になっているので、えー、これをですね、要するに更新しないということになろうかと思います。えー、となので、まあ、こちらのね、えー、CDC のサイトもおそらく近日中にですね、アップデートがかかるんじゃないかということなんですけども、彼のツイートはこんな感じで続くんですね。えー、この決定はですね、えーと CDC からの推奨もね、えー、と後押しもあるんだということに加えてですねどんなことを言ってるかというと,、えー、と今回のこの渡航制限はですね私たちがオミクロンを理解するのに十分な時間を与えてくれたんだということをですねこのツイートであの言っているわけです。そして既存のワクチンが オミクロンに対して有効的であって特にブースターショットによる効果が期待できるということが分かっていますよというですねまあ、こちらはキーポイントになるわけなんですよねえこのあたりをですね、えー、とホワイトハウス報道官自らが追悼することによって今現在ですねあのまだ日本のメディアだと僕がこれ動画撮ってるあの25日の明け方では あま、あの報じられては僕が見る限りでまだ報じられてないんですが、アメリカではですね、複数のメディアがこの動きについてあの言及し始めていると。まあそんな感じなんですよね。で、あの、元々ですね、この渡航禁止措置に関しては、 WHO なんかがね、推奨はしてなかったんですよ。まあ、むやみに渡航禁止令っていうのを出すもんじゃないよということをですね、WHO としては言っていたわけなんです。あの、まあ、懲罰的な対応であって、まあ、こういうね、あの、往来を遮るっていうのはまあ歓迎されないんだということで、まあ、これ効果が薄、あんまないだけじゃなくてね、今後の隠蔽にもですね、繋がり得ると。これだから、その新しいね、この変異株が出たよっていうことを言う とですね世界各国からその入国制限がかかっちゃうからまあそういうことになると結局ね今後のその、えー、情報開示みたいなところにも影響があるんじゃないかみたいなね、えー、こんな言い方で WHO がそのむやみにやるもんじゃないよみたいなことを言っていたわけですけどもまあ今回ですねアメリカがとって たあの、この判断というのが、えー、どうなんでしょうね。まあ、速やかにまあ、1ヶ月間はですね。禁止令が出たわけですが、まあ、これ速やかに解除をするという判断に至ったということになりますから、まあ、1つね。これ、世界のトレンドを形作るものにもなるでしょうし、どうなんでしょうね。日本政府がまあ、これとね。同じ判断ができるかっていうのは、またこれ別問題ですけどもまあ、1つですね。大きなまあ注目ポイント注目の動きとしてこのオミクロンをですね。取り巻くあの。まあいざ ザコザみたいなですねこの、まあ、一つの道になるんじゃないかということで動画を撮ってるわけなんですが米国がですね取ったもう一つの入国制限措置ってあるんですよね。 で、それ何かというと、その渡航前の陰性証明書の取得期限を、もともと3日以内とかだったんですけどね、出発3日以内に PCR 検査してくださいみたいな、こういうことだったんですけど、これがですね、1日以内ということで、この期限が短くなったというですね、もう一つの入国制限の対策を取っていたわけなんですで。おそらくこれについては言及されていないので、まあ、これはね、継続していくんじゃなかろうかなというふうに、まあ、読み取れはするんですが、 あのまあ、こ,のここもね注目をしていきたいところですが、でこのですね陰性証明の取得期限を短くする対処っていうのが、意外とねいろんな国で取り始められてるんですよね。欧州圏のですね複数の国なんかも、まあ、見た感じ、フランスだとか、ですねあとどこだっかな、えっと、オーストリアとか。 ドイツとかもそうだったかなあの、期限が短くなってるっていうのは、これ採用され始めてるわけです。まあ、これ日本はやってないんですけどね。相変わらず72時間以内というですね。あの、まあ、ペラ紙のね、えーえー、フォーマットに記載していくる。まあ、あの、絶対あのフォーマットじゃなくてもいいんだけど、厚労省のね、紙に書いてくださいみたいな。あれ72時間以内ということで、日本はこれ短縮別にしているわけじゃないんですけど、 米国が取ったもう一つの入国制限措置なんかも、まあこれ一つね、注目が集まるわけなんですが、それではですね、まあ、世界他の動きも一応見ていきましょうか、特にね、この南アフリカに関してはもうオミクロンは減少傾向に入ったということで、改めてこのね、クリスマスイブの段階ではあの報じられていますので、まあこれに下がっていくというね、この傾向はあの継続されると思います。で、これに対してですね、 まあこれに対してというかその米国のようなあの動きを見せている国がいくつかあるんですよ実はで。これイギリスなんですけど12月の15日 ちょうどね中旬にこの南アフリカなどに対する渡航制限というのをもうやめますよという判断をねイギリスに関してはできていたんですよ。だいぶ早い時期にこれねあのできていたんですよ。これは他でもなくこの理由はアメリカと同じようなものでしてイギリスの中でオミクロンがもう広がっていってしまっているのでまあ今更ね渡航制限を続けたところでこれあんま意味ないよというような背景があって。 で、これですね、渡航制限の解除を行っていたイギリスということだったんですが、今回ですね、まあ、同じような流れで、まあ、これがいいのかどうかっていうのはまた別問題として、実態としてですね、アメリカも 解除に至ったというね、この動きになります。で、あとは南アフリカ周辺国に対する、えー、入国制限措置の解除をしたのがですね、意外や意外、アジア圏にあるんですよね。カンボジアがこちらを解除していたのが12月の頭だったんですよね。12月5日にはこういった発表がなされていたわけなんです。 はい。で、まあ、カンボジアに関しては、ちょっと理由が違うんですよ。このね、えーと、市中感染が広がっちゃったから意味なくて解除したっていう運びではなくてですね、あのー、これ首相、カンボジアの首相の考え方なんですね。特定国に限定した差別的対応を撤廃すべきなんだというですね、まあ、どちらかというとなんか WHO が言っていたようなですね、むやみに渡航禁止もね、やるもんじゃないよみたいなことを言っていたわけですけども、まあ、それに近いようなですね、まあ、差別的な対応と 取るべきなんじゃないと？とまあ、誰も得しないよ。みたいなですね。まあ、そういうあの考え方に基づいてカンボジアは？ アフリカに対してですね、国を開き始めたというわけだったんですが、僕がですね、全世界見たところ、どうなんでしょうね。このカンボジアとイギリス、まあ、カ国あったな、なんていうふうに見てたので、これ、3カ国目になるのかな南アフリカ周辺国に対して、この渡航制限措置っていうのをもう撤廃するというふうにですね、発表をした国で言うと、米国がね、僕が見た感じだと3カ国目ということになろうかと思います。なので、世界 世界の中ではまだまだですねあの先を行っているような動きかと思いますんでね各国がこれに追従してくるのかどうかというのはちょっと分かりませんけどもただ、まあ、米国がねここに乗り出してきたというのは、まあ、皆さんですね各国皆さんは注目をしているです、ね、動きなんじゃないかと思われるわけなんです。 でねこの日本がこれに追従できるのかどうかっていうのはこれまた別問題というかですねなかなか岸田政権のポジションというのがこっからはねちょっとまだ遠いような印象を受けざるを得ないというねところなんですけども、まあ、皆さんはねこれどう考えられますでしょうかぜひ、まあ、コメントで教えてもらいたいんですが、まあ、僕の感覚としてはねちょっとまだ遠いなということが否めないこの岸田政権の動きなんですけど。 今回のですね、米国のこのね、決断から抑えるべきポイントが2つあるんじゃないかなと思います。で、このことが今後の日本にもね、つながってくるのかどうか、今回のですね、ロイターが伝えてきたこの動きなんですけど、あの、ポイントはですね、まず1つ目はオミクロンへのり 置き換わりが進んだ段階で渡航制限に意味が、まあな,いな,えー、なくなってきたというね、まあ、こういう発表に結論付けられているという点が一つね言えるんだと思います。でもう1つは ブースターショットを強調していることですね。これの有効性が、まあ、ある一定程度は期待できるんだというですね。これを出口戦略として描いているというのがもう一つあるわけなんですね。で、まあ、このポイント二つが読み解けるわけなんですが、まあ 遅かれ早かれ日本も同じような道をたどることにはまあなりそうな気はしますよね。で、まあなんでありえそうなシナリオではあるんですが、一体全体ね、それがいつになるのかがだいぶ気になるところなわけです。だからまあこの2つのポイントがありますというところとね、これに対する日本の動向をあのぜひ皆さんとウォッチしていくことをやっていきたいわけですけども、まあこれに加えてですね、おそらくまあこれ3つ目のポイントになるのかな。 こういう動きも直近出ていますので、ぜひですね、皆さんと理解を共にしていきたいわけですけども、今回のね、この厄介なコロナに対する薬がですね、これワクチン以外の薬がどうやら出始めますということでして、ファイザーがですね、コロナの後継薬、飲み薬ですよね。こちらを開発をされて、これがですね、米当局によって FDA ですよね。米、アメリカの FDA が、これを、えっ、ー、と、緊急使用の承認をね、えー、されたということになります。 ますから、あのー、来年頭あまあ、この年末とですね。来年頭からおそらくこれが流通されていくということになろうかと思います。えっ、ー、と。パクスロビドっていう薬なんですね。ファイザーの臨床試験データによると、パクスロビドは重症化リスクのある患者の入院や死亡の予防で約90%有効だと結構すごいですよね。 9割有効ってすごいよ、えー。さらに直近の研究データは、オミクロン株に対しても、えー、効果がある可能性を示しているというということでですね、こちらの登場によって、まあ、非常にですね、あの期待が寄せられるなんてことも一つね、考えられるんじゃないかと思います。ちなみにこれは、えっ、ー、と、これはですね、これもロイター通信が報じた12月23日の動きですね。そして日本国内でも、ね、こんな動きが出てますよ、えー。コロナの軽症患者を対象にしてということ なんでしょうか、えっと、飲み薬国内初承認週明けにも使用開始されていくということですからこれはです、ね、アメリカのメルク製の、えー、と治療薬ですねモルヌピラビルっていうねこの飲み薬の発音が難しいの,このこね単語難しいですけど、はい、モルヌピラビル。 を承認したというね日本の厚生労働省ですえこちらが24日に承認をされたということで軽症とあと中等症向けの患者を対象に自宅療養でもあの飲みやすいですねあの初ののみ薬となるというですねこちらの動きがありますので、まあ、今後ですね、まあ、ブースターショット ででの期待とももあるんでしょうけどもこの好契約が流通することによって重症患者が抑えられるという話になると結局これはですねそのまあ世間一般の風邪だとかあと、まあ、インフルエンザと比較してどうなのかみたいなところでそのリスクがそれほど高くないよねという前提のもとでこの 渡航制限のですね、ルールも敷かれていくでしょうから、このあたりのですね、動きについてもぜひ皆さんと一緒にウォッチをしていきたいなと思います。ということでね、まあ、今日はもうさっきね、一本動画上げたとこだったんで、あの、もう今日はいいかなと思ったんですが、ぜひね、この件については皆さんの今後の渡航にも大きく影響しそうだということで、もう一本ね、動画を回させてもらいました。 ということで、えー、まだね、えー、クリスマスの日が続いておりますので、皆さん素敵なクリスマスの時間をお過ごしください。大好きでした。